仙台市立宮城の中学校は宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目にある公立中学校。校名は萩の名所として知られる歌枕宮城野に由来する龍岡公園の蓮向かいにある。仙台市立仙台大使高等学校とは校地を共有しているが、当校から同高校への連絡進学制度はなく、中高一貫校でもない。この学校は、 都市計画道路元寺工事副室線に面した南校舎を利用し、同高校は登校舎を利用している。原町小学校、宮城野小学校、龍岡小学校、東六番町小学校の4小学校からの生徒が入学する。1928年、仙台市は宮城郡原町道を編入合併した。 すると新市域の原町において1930年4月1日、当校の前身となる仙台市宮城の高等小学校を創立した。校舎はすでに廃校となっていた仙台陸軍幼年学校の旧生徒寄宿舎を仮校舎として使用した。1932年5月7日、仙台陸軍幼年学校跡地に新築された新校舎に移転。その後、 公明や組織を何度か変更し、1949年に仙台市立宮城野中学校になった。なお、仙台陸軍幼年学校跡地には、1928年に商務省工芸指導所も設立されている。同施設は、1967年に東北工業技術試験所として、現、仙台市宮城野区二四の4-2-1に移転し、2001年より、 産業技術総合研究所東北センターに解消した。ありがとうございます。